はい、皆さんこんにちは。ゆかジェネレーション代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、企画部の池田さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2本目ですね。はい、2本目。なんか最近1本がちょっと長いそうですね。これには訳があって、うん、そのもうこの動画が公開されるときにここのサムネイルにつく番号は多分83とか4とかになってるはず、うん、で、すなわちもう83本撮ってきてるわけですよ、うんうん、で一応100って区切りじゃない、うん、であと17本で100を迎えるわけですよ、うん、で100を迎えて101にするのか、うん、100を区切りにして何か違うことを始めるのか、まあ、100の頂を見てから、まあ、さくらさんとね共に歩んできたことを振り返り、うん、ちょっとまあ 100回目はどうなんだろう、ご批判を承知の上でハイボールでも飲みながら撮る振り返る、はい、そんなこともあってもいいんじゃない、はい、ね、で、まあ、101本目にするのか、まあ、違うことを始めるのかみたいなのは、うん、そこで考えればいいとして、うん、なんかこうだんだんこう一つの区切りとしての100を迎えるにあたり、うん、なんかこれが始めた1本目とか 9本目ぐらいまでの1桁台の時よりは、うん、なんかこう見ていただく人もすごい増えたし、うんうん、その求められるあの話の角度がすごくリアル、うん、すっごいピントがあったそうです、ね、あの質問が多いじゃない最近、はい、だから結果的にちょっと話があのなんかガチの話になって話が長くなってるっていうような結果ですので、まあ、あの本当は10分ぐらいでまとめるのがいいのかなとは思うんですけど、ベラ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 長くなって申し訳ございません、はい、今日もどうなんだろう、長くなるのか今日は10分ぐらいで終わるのか分かりませんけれども、ご質問が来ているようなのでお答えしていきたいと思います。はい、じゃあいきます。はじめまして、いつも三木蔵さんの話に励まされ、話し方にも魅了されているヨガインストラクター歴半年の新人です。私は現在週4本委託でヨガスタジオでレッスンをしており、最近はオンラインレッスンも週1で始めました。夏には地元マルシェにもヨガ教室として出店を決めました。それを機に地元で自主開催も始めようと検討していたのですが、私の中で第一希望の公民館ではすでに他のインストラクターさんが教室をされています。この場合、私もその公民館で開催するとなると、その方の金額と揃えなきゃいけないのかなとか、てんてんてん、三木蔵さんでしたら場所も違う公民館に変えるのか、一緒の場所でやるなら金額やクラス内容は被らないようにするのか、非常に長い文章になりすみませんが教えていただけると幸いです。これあるあるだな、うん、ものすっごい相談されたことあるな。一番多いんじゃないかな、地方系の公民館を使った先生、もしくは今から始めるって先生が一番相談してくるのがこの件なんだよね。そうなんだ。何かって言ったら値段なんだよね。そのいわゆるいや僕がね、でもね、ヨガの先生で公民館で教えたことがないから、うん、アドバイスした先生がその後どうなったというデータはいっぱいあるからね、あれだけど、僕自身が先生じゃない以上ね、断言として言えないんだけど、うん、僕あんまりね、これはごめんなさい、今日の話は個人の趣味思考というか思考がね、うん、すごく色濃く反映します、うんうんうん、要はね、一番多いケースはあの地方の公民館って1000円未満でやってるところがほとんどなんだよ、うんうんうん、公民館で例えばワンコイン、うん、700-800円、うん、まあ、よくて900円とか、うん、だからもう1000円になったら人が来ない、高いって言われるという固定概念がものすごくあるみたいで、うん、だってそりゃそうだよね、公民館に集う人も後々来る人も1時間後に待てば500円で同じヨガを受けれる人がいるんだったら、うん、1500円3回分のチケット料金を払う人がいるのかってなったら、普通の感覚で言ったら高いってなるわな、うん、そうだからね、ここってなんかすごい村社会のなんか悪しきルールというか、うん、
誰かが始めてしまった、しかもそれは能力の差とか伝統の差じゃなくて単純に時間差、うんうん、ただ早く始めた人が権利を500円でやったという実績を作ってしまったがために、うんうんうん、後々の人が全部その影響を受けてしまうっていうような、あんまり良くない村社会的な感じに僕は聞こえるんだよね、うん、だからこの話を聞くたびに、あのなんてアドバイスしてあげたらいいかなって結構悩むんですよ。なんですが、もちろん一つはね、なんか料金をそんなに高くせずに合わせて、うん、後から入るマナーってあるじゃん、うん、こうお邪魔いたしますっていう風に入っていって波風を立てずにやるっていうのも一つなんですよ、うん、だけど多分素性というかね、この文章からあの僕が伝わるこの方の人格、人間として、うん、非常に行動力のある、うんうん、ポジティブな、うん、物事を好転できる自力がある人なんじゃないかなと思ってて、うんうん、だって始めました、こんなところもやりました、でこんなことを始めようと思いますみたいなところで、今の現状に満足せずにもっと新しいこととかもっとトライできることっていうのを見出せるタイプなのかなっていうのが文章から伝わるんですよね、うん、で彼女なんかが公民館に入っちゃったら絶対に光消えちゃうタイプですよ、うん、あのこの村社会のルールにものすごく心を痛めちゃうんだろうなって僕は感じる、うん、だから公民館でやるなって言ってるんじゃなくて、なんかこう公民館がすごく安いんですよね、うんうん、だからね、一旦はあのそこじゃないエリアで自分が正当だと思う対価、うん、それが1500円だったら1500円、うん、2000円だと思うんだったら2000円でちょっと勝負してみませんか、うんうん、安く公民館でやるっていうのは2000円でやってる人からすると、うん、いつでもできませんか、うん、でそれって2000円で例えばワンクラスワンレッスンやってる人のこの2000円のクラスと、公民館で500円でそれぞれ1時間やるこの2つの A と B のクラスって、僕はね、結論はコンセプトは違わないといけないと思うんですよ、うん、そのテーマというか、うんうん、コンセプトというか、なぜそれをやるのかっていうような、そのホワイの部分、そもそものだって、この2000円の1時間と500円の1時間が全く同じシークエンスで、全く同じ口調で全く同じことをやってたら、これちょっとインチキじゃない、うんうんうん、だから絶対にこことここのコンセプトは似て非なるもの、ヨガはヨガでも違うものを提供しないと僕はユーザーさんにも失礼だと思う、特にこっち側の、うんうんうん、でこっち側からしたら同じことをあっちでは2000円でやってる、ほまかいなってなるし、こっちからしたら同じことを500円でやってる、マジかいなってなるよねって。だから非常にこれ難しい問題なんですよ、うん、要は価格差をつけるときにはレベルを落とすんじゃなくて、やっぱり2000円は2000円の内容をちゃんと教えなきゃいけない、うんうん、で500円を質落とせって言ってるんじゃなくて、500円は500円の意味を持たせなきゃいけないし、うん、ある程度そこにボランティア的な要素があったとしてもコンセプトはこうですからっていう、で併用両立させるんだったら同じ数教えない方がいいと思うよ、こっちはちょっと少なめ、やっぱこっちは多めってしないと、多分ビジネス上あの売上担保できないと思うわ。でずっとこっちばっかり増やしていくと疲弊するし疲れちゃうみたいな、うん、でこっちをやる場合は定員も変えなきゃダメだと思う、うん、こっちは500円だったら30人定員、うん、こっちは少人数制みたいな感じで中身も変えなきゃいけないし、クオリティも上げなきゃいけないし、もしかしたら時間も変えなきゃいけないし、前後のケアも全然変えなきゃいけないと俺は思う、うん、でそれを前提に言うならば公民館別に悪いわけじゃないよ、うん、だって僕が知ってる方で、まあ、これは500円じゃないけど700、800円で1クラス70人とか集めてるね伝説の先生を知ってるんですよ。
700円で、じゃあ800円か、800円で70人計算したくなるよね45分か60分のヨガクラスで800円かける70人、しかもその人は公民館じゃなくて区民体育館を借りられてるんだけどね、びっくりですよね、うん、でも70人来るってことはそういうことなんですよ、うん、売り上げで言っても十分その2000円3000円取ってるクラスに引けを取らない売り上げにもなるしって、だからコンセプトが違うんですよ。だってこの方って3000円とか2000円とかの少人数制のクラスを1本もやられてない、うんうん、ただこの800円とかのクラスで週に5本とか、体育館を借りてやられてるだけで平均70人来るみたいな、まあそういう事例もやっぱりあるんですよ。全国広いですからね、うん、はい、なので公民館がダメってことではないんですけど、そのクラスのそれぞれのコンセプト、まあ、理念設計とか言ったりするんだけどがちゃんと打ち立ててないと、ここの間でなんかこれどうなのっていうクレームにもなりやすいし、自分が疲弊しちゃって疲れちゃうってことも起こりますんで、まずはこの方で言ったら公民館はいつでも行けるんで、今の価格設定で違うレンタルスペースとか、なんだろうな、公民館を借りるとしてもその同じワンコインとかにならないような価格設定にするにはどうしたらいいかみたいな、うん、うん、公民館で他やられてるヨガの先生たちをベンチマークにしてライバルするんじゃなくて、どっちかというと、わかんない、商品名言ってるのがライズアップを公民館で、うんうん、みたいなキャッチコピーだと、それが2000円であっても高く感じなくなる、うん、だってライズアップさんって何十万もするイメージでしょ、うん、ライズアップヨガを公民館でみたいなことができるんであれば500円にしなくてもいいですよねみたいな、だからあんまり横の渦に巻き込まれないような設計をまずは考えてみられてはいかがでしょうかと。ちょっと今日はなんだろうな、僕の考え方というか僕はこうした方がいいっていう思いが強い回だったからうにゃうにゃっと途中になりましたけれども、よかったら参考になればいいなと思いますけれども、いかがでしょうか、はい、どうですか桜さん。はい、はい、なんかそうですね、やっぱりいつも感じるミキさんの話を聞いて思うのは、結局まあ答えは自分の中にしかないんだなっていうところ、うん、やっぱりどうしてもこう他の人はどうなんだろうっていうところを、うん、絶対普通だったら気にしちゃうと思うんですけど、うん、まあ、最終的にはやっぱり自分の中でこういう思いがあってこういうクラスをやるからこういう金額でやる、ここでやるっていうところが決まるのかなというふうに思いました今回も。そうですね、うん、なんか例えばワンコインでやられてる同じ公民館で1500円でやる人ってあんま少ないんですよ事実、うんうん、だけどやる人が出てくればいいなと思ってる、うんうんうん、だってさ同じたこ焼きだぜ、うん、目の前たこ焼きができたじゃん、はい、買ったことある？あります。いくら？800円。一番安いフォーマットで800円じゃん、うんうん、あれ僕いつも12個入り買うんですよ。そうするともう1000円超えるんですよ。そうですね、うん、12個入りで1000円超えるんですよ、うん、だけど隣駅の学芸大学に行ったら花田子さんってあるのよ、はいはい、いくらか知ってる？個数忘れたけど280円だよ。安い。今も料金変わってなかったら。で確かに目の前の美味しいんだけど、うん、でも僕は目の前のを買うんですよ、うんうん、3倍の料金払って買うの、うんうん、で花田子さんも行けば買うよ、うん、だけどここまあ美味しいし、うん、その向こうまで回る労力を考えると僕はこっち買って帰るんですよ目の前だし。確かに。でヨガの場合全く原材料が同じのたこ焼きを3倍で売ったらそりゃ非難合合だと思う、うん、だけど明らかにそのサービスの提供の中に差をつける、うん、つけれるじゃないですかヨガの世界って、うん、そのつけ方が分かんないってなるんだったらもっと勉強しなきゃダメみんなね。今後 YouTube に負けてっちゃダメじゃん現場のクラスは、うん、だから YouTube 無料で見れるからって言ってそこと天秤かけられてるから現場が厳しくなるんでしょって、うん、YouTube にやっぱり負けないっていうかね別に争いじゃないけれども、うん、YouTube にお客さんを取られない運営っていう意味では
自分のクラスに価値をちゃんとつけなきゃいけないから、その価値創造っていうのはそれぞれのインストラクターさんが考えないといけないと俺は思うんだよね、うんうん、ってなったら隣で500円でやってたとしても、別に1000円でね倍の価格だとしても、僕は全然人はついていくと思うよって、うんうん、だって僕はたこ焼きに関しては3倍の料金払ってるわけだから、うん、でしょ。だってもっと言ったら、その回転寿司っていうものに行ったらどうなんだろう、1人 2,3 千円で食べれるよね、うん、ね。だけど例えば回らない寿司に行くと3倍4倍かかるわけだよね、うんうん、でも同じ寿司じゃない、うん、だけど年に1回2回はこういうところにも行きたい、うんうん、でも毎月だったらこういうところでもいいっていうふうに消費者は勝手に自分で選んでるわけだから、うんうんうん、でヨガはまだまだ未熟な業界だから、この同じヨガっていうキーワードで結構盲目になってて、うん、本当はヨガの中にも分からん松竹梅みたいなものがあっていいと思うんだよね、うんうん、例えば一番無料のものって言ったらもう YouTube がそこでもうあるわけだから、はい、だよね。だから次ってなっていくと、どういうことが言えるのかみたいなのはそれぞれの先生が捉えて、YouTube との違い、じゃあ500円でやられてるクラスとの違いをどう自分で見出していくかっていうのはやっぱり業界の全体の課題だと僕思いますんで、うん、今日ご質問いただいた方は本当に素晴らしいご質問をいただきました。ありがとうございます。ここまでね、いろいろ行動力があってアイデアマンの あなたは絶対にこの話を聞くと、よし、じゃあ公民館でやるにしても私は500円にせずに、うん、1000円1500円でやってみて人が定着する、それを目指してやりますって動いてくれそうだから、うん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 、そのあなたにエールを送りたいと思います。ぜひ頑張ってくださいということで、はいはい、今日はでもそれでも17分本当だ長くなりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。